ヤンサク TV をご覧の皆さん、こんにちは。京都グリーンリーグ実況担当の日本プロ麻雀協会麻生ゆりです。よろしくお願いします。では早速本日の解説をご紹介いたしましょう。こちらの方です。はい、 OK。 はい、あ、喋んの？喋らんでいいよ。喋らんでいいから。喋らんでいい。喋らんでいい。今こう喋らず次行こうとしたうちはい、初代候補のアサピンです。はい、よろしくお願いしますそしてですね、京都グリーンリーグシーズン2ということになりましたが、京都グリーンリーグ一体どのような番組なのか、京都グリーン法律事務所代表弁護士、そして最高位日本プロ麻雀協会所属の津田貴博プロにお聞きしたいと思います。はい、皆さんこんにちは。麻雀大好き弁護士津田貴博です。京都グリーンリーグは全国各地のあらゆる大会でいろんなところで優勝している人たちを集め、皆様にガチの麻雀番組をお届けするという大会でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはいはい、安住さんもね、はい、優勝しましたね。はい、何でしょう、昨日ね結局リーグ優勝しましたけども、はいはい、はい、もうこのグリーンリーグ本当にね、全国各地でいろんなとこ勝ってますから、はい、ね、はい、もう衆議院の総選挙も終わりましたからね今週からはもう皆さんグリーンリーグに注目していただくと、はい、自民党の圧勝で終わってね、はい、投票行きましたか、朝ピンさん、麻生さん。ちょっとね、ノーコメントで、まあもうこれだからもうじゃあうちはてかね、僕はでもね、あれなんですよ、一つ理念があって、はいはいはい、あの言い訳じゃなくて理念があって、はいはい、何でしょう。政治のこと全く分からんので投票しないんですいいのそれそんなことなんか言うにっていいのなんかせめて分かる人に任せようといやいやいや、なんか力強く言ったらダメなやつでしょこれなんか遊びは何言ってるの、カメラの前で俺は麻雀しかできないバカだって全国の皆さんに今とか何が本当のことか分かるんじゃないですか、ニュースとか見てても、ツイッターとか見てても。なるほど、もうね、分からないから投票しないと、はいはい、まあまあね、結構そういうのもね、本音でしょうけどね、はい、まあでも、これ世情も落ち着きましたから、はいはい、今週はグリーンリーグで、はい、今週なんと、今日から3日連続放送です、うん、3連チャンですか。はい、アサピンさんも打つんですか。僕は3日目に打ちます。3日目ですね、はいはいはい、アサピンさんも打つと、はい、今日は、私も打つと、はい、明日は明日で豪華メンツが揃ってると、はい、楽しみですよね、はい、で今日はあれなんですよね、ちょっとツイートしましたけど、なんというか麻雀連合対私と、そうですね、こういうようなちょっと構図があるんじゃないですか、はいね、もっと麻雀で、まあまあまあ、なんかねあの7割最高位戦、3割麻雀連合みたいな方が今日いらっしゃいます確かに、はい、2対2じゃないんですね、まあ、か確かに一応団体は2対1 対1言い方のもなんか麻雀連合の血が流れてる最高位戦の方がいらっしゃるあー、じゃあそれでいきましょう、はい、はい、という形で、ね、ナメック星人の血が流れてるサイヤ人みたいな、はい、そうですね、あれ強いやん、ね、私やっぱり井出陽介さんとかね、はいはい、あの番組で何度かご一緒させていただいて、ね、ある程度もう親しくさせていただいているので、はい、もう井出さんの血が流れる3人の方をと私の対決をお見せいただきたいと思ってますね、はい、なんかミュウってナメック星人っぽいですよ。ミュウ、星人っぽい、ナメック星人、ナメック星人、じゃあんまドラゴンボール分かってない、ドラゴンボールやね、なんかぽくない、分かってない、ナメック星人、ナメック星人、緑やからか、はい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 、ナメック星人って絶対サイヤ人になる人、違う違う違う絶対サイヤ人って何はあ、そうだ、それは面白かった、絶対サイヤ人、絶対サイヤ人、絶対サイヤ人になる人なんだ、ね、どういうストーリーなの、絶対サイヤ人になるナメック星人絶対サイヤ人になるってすごいなミュウ入ったら絶対最高星になるみたいなレベルの話よ、誰も教えてくれ、はい、ちょっと後で教えて、ナメック星について、はい、はい、ということで本日は金閣1組の第2節となっております。早速選手の皆さん紹介していきたいと思いますが、はい、まあ、お一人目は津田さんなんですね、はい、はい、私京都グリーン法律事務所というのを経営してます。営業停止にはなってませんね、こんなことこんな失礼なことをね言う人もいるんですけどねうちはバリバリ営業してますから、はい、はい、仕事もね、麻雀もバリバリということで、うん、今回は本当にあれなんですよ、はい、はい、選手紹介ですよね、はい、一応あのプラスできてますから、はい、はい、37で1ポイント、うん、はい、はい、そう、向こうでもね、第一節ですごい勝って、いやもう、新潟の方ですね、もう本当にあのね、命がけではないですけど、やっぱりあの2年目のジンクスっていうか、はいはいはい、1回目がね、予選両方通過しただけに、うん、今回両方とも落ちてしまうとやっぱりフロックって言われてしまうので、もう今回が本当に勝負だと思ってますから、相手も強いんですけどね、あの私もあのしっかりと
下麻雀をね打っていきたいと思います。はい、はい、本日はよろしくお願いします。はい、では2人目の選手の紹介に移りたいと思います。はい、最高位戦日本プロ麻雀協会より楠橋聡プロ、こちらへお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ミューじゃないですね、最高位戦日本プロ麻雀協会の楠橋聡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでもミューのねビッグタイトルをね複数回取ってらっしゃいますから持ち逃げした、持ち逃げしてもう一回取りに行ったんで出てきた。一応ちゃんとあの礼は尽くして、礼儀は尽くしてるんで食い逃げしたわけじゃない。淡い淡いことあるかもしれない。いや今も仲良しなんで大丈夫です、もうどんなルールでも強いですからね、前回準優勝者と いう形で今回はちょっとマイナスなんですね。前回1着、2着、3着、4着と全部取って、マイナス40ポイント、39ポイント、ソテンで4万点負けましたね。なんか、そうや、津田さんのあれがあった。津田さんもサイクルヒットちゃいましたっけ。私もサイクルヒットなんですけど、純ちゃん3色の、あの文字通りの交通事故というやつですよ、業界用語で。1万8000でしたかね、これだからサイクルヒットってことは素点で7万点負けたってことですよね。やばい、あの1万8000と他もなんか2万箱下2万点ぐらいいったんじゃないですか。インパチ打ってなんかあのそっから死ぬほど積もられ散らかして、あったで別に打たずに箱下マイナス1万9000まで行って最後津田さんに8000打ってあ最後だからもう黒棒ないけどいいかなみたいな感じで成長しました。あったー、ありました。1万8000のダマと8000のダマを俺に打ってくれたから辛い。あれもう完全交通事故で、その分だけ差がついてるんでね、ほんとこの一瞬で埋まっちゃうんですよね。ほんまですか、一瞬で埋まります。いやこのルールは一瞬ですよ、本当に今回のこの協会ルール80ポイント、だからまあ埋まらさないように私もそれはね、あの全力を尽くすんですけど、今日のメンツどうですか、草橋さん。この今日のメンツ ねどうなるんでしょうね。あんまり協会感はないですよね。協会感はそうですね。そうですね、ルール普段このグリーンリーグで売ってる感じとはちょっと違う感じなのかなと思ってますけど、僕もそんなに自分が腰の軽い方だとは思わないんですけど、最高位戦の関西リーグとかの中だと、ただ今日のメンツだってさすがに私が一番泣くかなみたいなかもしれないですね。いや僕もね、もともとでもあの動ける太っちょって言われてきたんで、はい、ちょっとは動けるところも見せたいなと思ってるんですけど動ける太っちょってのは麻雀の話ですよ。あ、そっちか、そっちでしたっけ。体育の時によく言われました。なるほど。今日もね、草谷さんファンも多いですから、ね、はい、頑張ります。楽しんでってコメントいただいてます。楽しんでゾクッと仕掛け、はい、もうまあ僕はねゾクっぽい麻雀を頑張ります。ゾクっぽいのかいや丁寧ですよね、丁寧というか、なんか好きなしみたいな意味ですよね。まあでも津田さんがさっきあの前回こうだったけどオフロックっていうね話ありましたけど、僕も前回まあ準優勝でしたけど、まあ、結構ギリギリでいったもんですし、今回も別に予選結構厳しいなと思ってるんで、まあ、ただまあフロックと思われないよう、まあ、いい成績残したいなとは思ってるので、まあ、前回マイナスの今回頑張りたいと思ってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。続きましては麻雀連合より清水英二プロ。はい、どうもです。よっこいしょ。はい、おじいちゃん。はい、どうもです。麻雀連合の清水です。マイナス 80.4 ポイント、うん、いやでもね、前回初めの2回で100超えちゃって、これ200ペースやなと思ってたんですけど、なんとかね2着2着で、前回はひどかったですよね。数アンコ積もれないし、ほんまに ありましたね、ありました、ありました、あったありました、ありました。全然覚えてないですわ。あ、いや数アンコ僕ちょうど印象に残ってる、積もりそうな勢いだったんでね、シャーと3アンコ対数アンコね、3アンコ対数アンコ、田の内さんが3アンコ積もり方でしたかね。そういうのはね、やっぱついてるんだよねなんか友達さん映りました今なんかいや強いとは思うよ、強いとは思うけど、この前のジャンオ決定戦も見てたけど、あのタイミングでメンチン入ってるんで、あれはえぐい。カッタイさんがやっぱり技術もある上にハイにも愛されてる。でもね、そんな田の内さんとね、もう真っ向勝負で、でもこの前はあれでしたけれども、今日はでも麻雀連合な感じなんで、まさに清水さん、ね、まあ、麻雀連合の中では一番ね
トップのタイトルを持ってらっしゃいます、ね、いやまあ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 過去のお話ですやん、もうそんなの何をおっしゃいますやら、ついに3年前の、ね、過去ですよ。過去ですか。過去です。どうですか今日のメンツ。今日のメンツどうなんでしょうね。まあ僕が唯一の自在型だと思ってるんですけどどうしたん。すごい失笑。いやいや、はい、いいんですかこんな。昨日もねこんな話したら松井さん爆笑してました急に。どうしたん。笑わんと逆に失礼かな。清水さんは自在型ではないのではないですね。もう重く重くですね。すげえ面前ってコメント来てるそう、確かにすげえ面前なんですよね。いや、なんか、なんか下手なんですよ。自動型って自動型いや、でも、なんていうか、映像映えはね、するのかな。結構、今日のメンツは多分、なんかね、いつものペースで打てるんちゃいます。いやでもどうでしょうね、一人ちょっと、まあまあまあ、動ける弁護士動ける弁護士動ける弁護士長、遠いとこからいつも仕掛けてますけど出張出張や、遠いとこ出張するなみたいな。出張相談受け付けますチーめっちゃ面白い。だいたい海外ぐらいまで行ってるからね遠すぎるやろみたいなあれ、ね、そんなでも教会の若い人に比べればまだマシですからね。まあ確かにね、そうかもしれないです。本当に大会とか行ったらびっくりしますから。そうですね。教会ってそうなんですか。教会の若い人だってすごい遠い仕掛けしてますね。そうなんや。あんまり打ってないから若い。いやでもすごいなって、そう 怖くないんかなって僕思うんですよね。ああいうのって仕掛けてて、そう怖くないんですか。なんか怖いんですけど、なんかもう体がポンみたいな。こんなんもどう、この1とかシャーとかペーとかどうしとってもしゃーないでみたいな。とりあえずメンツにしとこかみたいな。あんまりでも最近はやっぱりやるとまずいのか。これ出てますけど、リーグ戦ひどいことになってるんで、ちょっと調子に乗り、上振れ目指して調子に乗りすぎたところがあるんで、やっぱりマージャン安定感大事です、ね。安定感大事ですね。まあ僕は安定して上がりましたけどね、ちゃんとね。本当に安定してね。何がリーグ戦ちょっと長すぎるんでそろそろ撤退しましょうか。いやずっと喋っちゃうんですけどね。ミューリーグでミュールールではもう抜群の安定感をね。はいついてますね。裏ドラいりませんか。やっぱり裏ドラない方がいいです。テンパイでもいらないですねそれが一番マージャンとして向いてると思う。ルールはミュールールってテンパイ量もないあのルールがそうミューカップルールっていうのがテンパイ量ありで、ミューリーグルールってまあ僕らちょっと言ったりしますけど、うちわではリーグ戦のルールはテンパイ量なしなんですよ。じゃあクラシック最高戦とクラシック最高戦、あれテンパイ連チャンバージョン。はい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 。あ、連チャンだけはするけどテンパイ量は。そうです、はいはいはい。一応本番もあったんでしたっけ。本番はね、なしなんですよ。本番はないよ。クラシックが本番あるんですよ。確かに、でも確かに清水さんなんか本場所がやっぱりミューリーグですからね、あんまりこういうのでルールが違うからといってね、自分のフォームをね崩されると。あ、確かにね。そうですね。まあでもリーチは結構ね無邪気に行くようにしてたんですよ、あのファーストシーズン、うん、まあその結果ボコボコになりましたけどね。あ、まああれもだいぶ裏目出ましたよねそうですね、うん、結構下振れしてますね、そういう意味では。いやいやいや、そんなもんですよ、実力ですよそれがいや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 、もうあのマーチャーの人たちは本音言わないですから、ね、イールマ社長の遺伝子で。ああ、遺伝子で、伝子で、確かに、ね、イールマ社長も、ね、確かに僕なんてって言ってます。イールマ社長マーチャーって買ったことないって言ってましたからねこの前クラシック取ったんです、ね、ネットで調べたらすぐ出てくるけど、ファーストシーズンあの130何曲中ダマで上がったのが2曲っていうね、はい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 、国士と1300だったんですけど、そんだけリーチ打ってたってことなんですよね、はい、あの面前テンパイに仕掛けてもいないから。確かにダマジ平均だって1万6000途中で3万2000遠いな、おかしいなって感じです。まあちょっと頑張ります今回はね。そうですね、はい、はいはい、じゃあ応援してください。よろしくお願いします。いやもうね、皆さんの今日もコメントバンバン来てますね、ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。グリーンリーグみんなこっちの方も結構いけますからね次お呼びしましょうか。はい、はい、4人目の選手です。麻雀連合より知能秋信ツアーです。はい、よろしくお願いします。では自己紹介をお願いします。あのですね、はい、こっちの方行けない人をですね、はい、いやいや出てくる前にいやいやいや、もう大体もう清水さんがね、いろいろ喋ってくださる。お名前、お名前だけ。あ、そうですね。マージャン連合ツアー選手の千野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、最近でもね、マージャン連合ではもうバンバンタイトルを取りましちゃって、うん。いやいやいや、バンバンっていうほど、まだちょこっと。
ちょこっとですか。ちょこっとですね、はい、いやいやでもグリーンリーグに出てねいただいてる間にも一つ、ね、そうですね、あの小生の小生を取りたかったんですけどダメだったんですよね。あ、この間の今年の分は負けちゃったんですよ。その前下手さんが勝って、今年なんかでも取られてましたね。今年はね、ミュー M1 カップっていう、あ、M1 カップ取られてましたよね、はい、なんか1年1個ぐらい勝ってますね。すごいですよね、1年何か勝つっていうのは。びっくりしましたね。小生は狙ってて負けたんですけど、ミュー M1 は正直本当勝ちきれるなと思ってなかったんで、いや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 、びっくりしました。自分でもびっくりしました。1年1回なんか勝つってすごいもんな、競技前なかなか勝てないですよ。小生も決定戦までね、あ、そうですね、りましたしね。そうですね、まあ有利な位置から行ったんで、まあなんとか決勝には残れたんですけど、負けちゃいました。はい、だからね、千野さんなんかも普段はね、先ほどの清水さんと一緒でね、はい、リーグで打ってらっしゃって、うんうん、そうですね、ノーテンバップのないやつで、うん、はい、このルールだとやっぱり多少ちょっとアジャストしないといけない。そうですね、はい、それやっぱりそうですよね、勉強させてもらえない。ベストワンカップの予選とか通過されてますもんね。でもあ、そうかもしれないですね。あの、うん、なんかベストワンのちょっとだけ、はい、まあ確かにそう見るとやっぱりね、メンツみんな競合揃えてますけど、はいはい、やっぱり最高位戦勢と協会勢に比べるとちょっとこのミューの方たちは、はいはい、まあ、若干ハンデはあるのかなというところも正直ね、あとね、天方位というなんか団体の人方位はハンデあると思うんですけど、ね、天方位はだいぶあのだいぶ競技麻雀のハンデだいぶあると思うんですけどね、麻雀連合の方と天方位の方は、あの若干アジャストしないといけない部分が多いですから、はい、でもそういう一種格闘戦的なところもね、はい、番組としては非常に盛り上がるので、現在 52.6 持ちですけど、そうですね、はい、今日はだからまあマイナス全部なくさないまでは、まあ今日はプラスして帰りたいなと思ってます。はい、そうなんです。これ合計18回戦なんで、はい、今日でも18分の8終わっちゃうんで、ね、今日終わって大きくマイナスだと結構厳しいんですよね。髪型がやる気を感じる。なんか今日決まってますね、うん、そうですか、うん、これね、超適当なんで。え、そうなんですか。1分で終わるんで。マジですか。1分、はい、朝ピンに教えてあげてください。まあ1分でそれできるやったら。朝ピンもそろそろデコ出していったら。本当にいや、それね、ちょっとやろうと思った時あるんですけどね、うん、やってみて。やっぱりデコ出すだけでね、あの年齢がちょっと上がって見えるし、あ、上げてみて、上げてみて、ちょっと上げてみて、ちょっとハゲって言われ。あ、悪くない、悪くない。多分それでまとまれば多分なんか、うん、浪人生感出る。浪人生感出る。なんかその服そのメガネで髪を取るとあ、浪人生感出ちゃうね。なんか医学部を永遠に浪人する。そう予備校のなんか主みたいな、ある分野だけめっちゃ詳しいみたいな。いる、そういう人いるよね、予備校に。すいません、そのお呼びお呼びしてるのに、はい、日本流の王だ。まあでもね、千野さんはあの本当にあの天満橋会館でね、はい、普段教えてらっしゃって、あの応援コメントもすごく来ますから、そうですね、今日もアンケートするんですかね。すると思いますよ、アンケートね、はい、もう僕俺はいいよ、もう別に 3.3% でもういいから、いや票なんかいらないから、あの、ね、ポイントでね、票はいらん、金が欲しいって感じかな。そう金いらん、金やポイントね、ポイント、ポイント、そういうあれですよ、あの心境なので、はい、千野さんなんか結構入ったりするんだよな。あ、そうですね、はい、意外とそうですね、はい、なんか応援してくださること、まあ、期待に応えたいなと今日は思います。はい、じゃあ、はい、本日はよろしくお願いいたします。はい、では選手の皆さんは、ね、例によって私がいるとトークが長引いちゃうんで、もう行きます。楽しくありがとうございます。なおこさん、ありがとうございます。はい、今日も広告をね、満載いただいたと思います。なおこさんだけが俺の味方だよな。 3.3% の人って、なおこさんだけだったのかな。あ、でももう一人、あの間違えておっしゃったって2票って言われましたよ。2票ってひどいな、これ選挙やったら供託金没収される。ほんまに。まあでも今日は入らなくても頑張りますよ。皆さん、じゃあ今日もあのよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、あの対局準備の方をよろしくお願いします。津田先生に清き一票を。よいしょ、今日は遊びにとまた2人だね。はい、もう一人ぐらいいた方がね、こっちは盛り上がるんですけど。いいよ、遊びが盛り上げてくれるよ。ええ、では早速、先ほども話に上がりましたアンケートいきましょうか。はい、髪の毛とかなんかもうさすがにね、そう年相応になんかね、ちょっと気使った方がいいかなとか思うんですけども。年いくつやったっけ。31。そうやな、そうか、なんかコメントしづら。ザピン、アンケート出てるよ、アンケート入れましょう。扉を閉めてんねん。
ありがとう。すみません、扉を閉めてきてました。ありがとう。では皆さん、ご協力お願いいたします。本日ポイント一番伸ばすのはどの選手でしょうか。津田プロ、草橋プロ、清水プロ、地のツアー。うん、まあ、麻生さんはね、旦那に入れるとして、そう、こっちはどうしようかな。やっぱ入れとく。さすがにね、そこはね入れなあかんか。いや、まあいいですけど、別の人に入れても、うん、うん、まあちょっとね、僕は草橋さんに一挙入れとこう。草橋さんとね、ちょっと勉強会やったりするんでね、うんうんうん、その関係もあり。え、そんなんやったらうちもやん。いやいやいや、そこは旦那に入れんと入れたということで、こちらでは投票終わりましたが、皆さんも、入れていただけましたでしょうか。結果お願いします。あ、早くない？思ってた。え、あ、旦那一丁人気ないでよかったな、うち入れといて。麻生さんの一票がありながら、よかったな、うち入れといて、ほんまにそして津田さん、消費税をついに超えました。消費税 20% はちょっと高いもんね。うん、では津田さんが高いな。一番人気は草さん、うん、38%、うん。でもなんか今日の数字ね、変に割り切れへんから、なんか結構な方が見てくださってるような気がします。ありがとうございます。ありがとうございますね。はい、ではでは、最大公約数が分からへん。分からへんな、確かに。まあ、なんか 1% ぐらいどっかで誤差があるやろうけど、まあまあね。でも皆さんご協力ありがとうございました。結構でもいい感じに分かれましたね、うん、はいはい。ということで、選手の方、皆さんは対局の準備もしていただいてますので、朝ピンの話ではい輪をつなぎましょう、ね、ちょっとね、塗装に髪の毛をムースで固めてみたりとかね、うん、ワックスっていうよりはムースなんかだもん。ムース、いや、ワックスでいいんじゃない。ワックスってなんか若者っぽくない。え、だって清水さんとかもう38やけどワックスやで。ワックスなんや、うん、でもあれ、血のサンダーは絶対ワックスちゃうから。違うな違うな、うん、確かにこうやもんね、うん、ちょっと。え、アサピンが 31歳の男性の皆さん、ちょっとアサピンにいい髪型の、あとね、香水欲しいんですよそのね、なんかチャラい香水じゃなくて。アサピン対局準備できたわ、はいはい、麻雀に行きましょうでは早速すいません、本日のひたはんちゃんめスタートしていただきたいと思います。はいチャラい香水じゃなくて、なんか大人のたしなみ的な香水をね、欲しいんですけど、何買えばいいかわからんんですよね。あー、ちょっと30ぐらいの男の人がする香水、そうそうそう、なんか社交的にするやつみたいな。え、そのおしゃれさと社交さのそのなんか境目、 おしゃれな香水ってどんなの。なんかチャラい香水は違うやろ。チャラい香水ってどんなんやなんか大学生が好んでつけるような。あ、高校生大学生ぐらいの、うん、高校でつけてるやつはマジでチャラいけど。いや、高校でつけてるやろ。でもみんなそうつけてるよ。俺はそんな不良じゃなかった。押しつけたらどうも、一曲ドラマパーピンです。親番が地の並びは地の葛橋津田清水となっておりますじゃあ、ね、モテるための香水じゃなくてだからそういうのがチャラい香水や。思った悩みのレベルが高校生ほんまそれはい、すいません、場所見ましょう。はい、今はペーチャ清水のハイパイです、うん、ドアが1枚、ここは親番地のです、うん、タイヤ OK かなうん、一応マンゾイツ残すつですかね。友添さんは詳しいと思います。うん、そういうおしゃれなことは多分、うん、友添さんに聞いてみよう。さて、遅れた思春期って10年ぐらい遅れてる。10年もっと遅れてるああ20年ぐらい遅れてくれ。2周年は遅れてないわ。15年くらい遅れてるジーソーいてては楠橋さんですかね。お、じゅんちゃん、うん、ちゃんだけですね、重厚な。さあ、テンチーソーは恨めりましたが、まあ、リャンカンができましたね、うん、はい、なんかパソコンが変な音してる怖いな、これ。さあ、ドラのパーピンを持ってきて、ペンチーピンができて、パスギーなんか、朝ピンの前のパソコン壊れたよ。なんかフロッピー入ってるこれあ、鈴木優さんとかも確かにおしゃれそう。おしゃれよね。うん、おしゃれ。なんか、あ、なんか入ってると思ったら、なんか入ってた。何、朝ピンここで何してた。関西
人狼のあなるほどねディスクが入っておりました、ね、鈴木優さんいい匂いしそう。明日鈴木優さん来られますよね。あはいはいはい、僕いない。あじゃあうちが匂い変えとくな。ちょっと気持ち悪いんですよ、やめとこ。今はちょっと気持ち悪いかな。ちょっと気持ち悪いな。うちはもうそんなキャラじゃなかった気がすんねんけど、そうフロッピーフロッピー確かにフロッピーはおかしい。お、あ、違った。ごめんなさい、どうだかと思った。ちょっとちゃんとが崩れてきた。はい、角さんこれでテンパですね。角さんがリーチですね。3ピンでイペイコのつくピンフのリーチです、うん、先生終わり。順調順調。3ピン高めの3ピン山に2枚、ローピンも3、あ、ごめんなさい、3ピン1枚、ローピン3枚。津田さんも現物の嘘から、これはちょっとみんななんか、そうですね、みんなちょっと厳しいかな。クスラスさん一応いいシャンテンやけど、クスハシさんが一応いいシャンテンで現物だし現物なし、チーソーいくかサンゾーいくかサンゾー、リャンソーウソウソーのワンチャンス。うん、まあペンチーソーとかもあるんでシャンポンとか、うんうんうん、サンゾーの方がより安全ですし、いいシャンテンキープする価値ないと見ればサンゾーの方がいいですよ。まあなんか確かに勝ちないですよね。数番引いてさらに勝ちなくなったって感じですよ、はい、自分で1枚切ってますしね。ここにローピンが1枚でもドラドラですね。うん、ドラドラですけども形が三蔵抜きましたね。三蔵ではなく三蔵からいったな、ね、そうですね、チートイツみたいな、うん、まあチートイツ見てもどうせ余ってる牌、浮き牌全部危険牌なんで。確かに。リャンゾーイーソーっていく可能性を。ショック。いや、これは別にショックじゃないんじゃないかな。そっか。感動なくなったし。まあでもこれでイーソーも切れるようになったんで、ほぼほぼ。明日は有観富士、アニピン、グリーンリーグ、ドラフトマウス、めっちゃあるやん。いっぱいあります、ね。有観富士って東京の有観富士。東京の有観富士かな。明日はアニピンからそのままグリーンリーグの解説にユウセイさん来ていただく予定になっております、はい、ローピンは当たり、はい、うん、まあ一人テンパイ濃厚ですね。積もるかどうかとは。ちょっと枚数が減ってきましたか。うん、4、5、6、残り2枚、いっぱい、あ、残り1枚になりました。これで日替わりでピンブラザーズ本当や、比べられてしまう。おいいシャンテン、チートイツドラドラ、いいシャンテン。最近なんかね、年々解説力が落ちてきてる気がして。なんで、なんでやろうな。なんかあんまり注意力、注意力かな、あんまり思考を拾わんようになってきてしまってダメなんですよ。なんでやろうか、うん、解説をしてない。何をしてんの。感想を、あ、感想を喋ってるだけになってる。すごいですねみたいなすごいですねではないよ。うん、クサさんもね気合い折りしてますね。もう安牌、安牌なくなって安全な順に並べて気合い折りしてます、ね、はいはいはい、うん、そういうのクソナシさんなんかミスんないイメージありますよね。うん、まあまあちゃんと安全度の順に並べてそれが当たったらもうしょうがないって感じですね。うんうんうん、まあ、今回はもう特にサブローピンなんで街が、はいはい、そうそう選ぶような牌ではないと思います。なるほど、ほんまですね。うん、でもいよいよワンチャンスに言われて呼び出しましたけど誰が、津田さん数ワンのワンチャンスで3ワンって他の人が見たら怖いですよね。確かに急にチーソー3ワンとか来てこの順目に確かに津田さんテンパイしてるんかなみたいな感じ。そしてローマン中筋のローマン、うんうんうん、津田さんもちょっと困ってますか、うん、いや、くずはしさんも見てちょっと、まあ、アドラそうですけども、パーピントンが2枚切れ、まあ今も通るか、はい、うっかりテンパットにしてくれないかはい、ということで知能の一人テンパイです。はい、兄貴とは3歳違いですね。その曲をつかさどる会話が石くってキャーさんがなんかツイートしてましたけど。あ、そうなん。そうそうそう、
なんか人間ドック行ったら記憶を司る裁判が萎縮していますって言われたん。え、それやばくないん、どうなるんそれ。分からん、それ頭が悪くなってますよって。まあ多分そういうことだと思うけど。やば、怖っ。え、それどうやったらその萎縮しないの、収縮ちっちゃくなる。まあ年やのかしょうがないとは思うけどな。頭をだって、まあ、マジャーンって一応頭使ってるはずやから、どっちかっていうとね。じゃあどの曲一本番、知能の連チャンドラは3万です。あ、ただマージャンもそのマニュアル化しすぎると頭使わなくなってきちゃうんで。ああ、ね、そうなるとそういうアルツハイマー予備軍になるのかもしれない。生活態度の改善やな、うん、やって。なるほど。んハイパイが、ね、僕とかもね、前の曲の最終ハイパイとか、前の曲何上がったっけとか覚えてない時結構あるんですよね。ああ、それも昨日の晩ご飯覚えてないレベルやん。まあそれよりひどい気がするけど。確かに、ね、数秒前のこと覚えてない。いや、でもさ、なんかベタ折りしまくってた、忘れたし、うん、まあ、折りすぎてて忘れた。普通に上がりに行ってる時とかの手配を、なんかリーチした手配どんなやったっけとか。ああ、ね、もしかしたら僕も会話が萎縮してるかもしれない。人間ドックしに行く。さて、ドラが3万。はい、津田さんの手が悪くなさそう。まあまあ、ドラ受けがあって言いそうはいらんかな。僕もなんとなく悪くなさそう、なんとなく。まあ、清水さんこういう時あんまりブクブクに受けないよね、基本。ああ、清水さんがブクブクに受けてるとかあんま見たことないんやけど。去年はちょっといろいろしようとしていろいろやってましたけど、ね、ああ、確かにそうかも。普段やらなそうな仕掛けをしてね、パニックになっていた。パニックになってたり、このメンツやったら多分そんなことなさそうな気がする。うんうんうん。そしてチノバ、これはチートイツですね。イーシャンテン。そしてクツハシさん、このサンド1枚外して何を安排で。で、津田はイーシャンテン、ドラの3万を引けば絶好です。まあ3万、関3万は一応やめみたいなもんと考えれば、ね、タツは十分ですね。お、テンパイ。おお、すごい、ローワン重ねた。おお、ダンタン系のチートイツリーチです。それはえぐいな。あれ、チートイ感ある？ないな。何、何杯で持ってる人、うち覚えてるね、今。おお、すごい、でも9万抜けました。あ、3枚入ったらこれ追っかけていいですか？ あ、でも、ローキマ現物や。9万3枚飛び。一旦黙るか。にするかな。まあ、トーンをとりあえず黙っておいて。で、黙ってん、ローキマン。9万、まあでも9万の方で1万ですからね、ちょっとまあ黙っててもっていう感じはありますけど。あ、でもこれでローマン中筋になったで。あ、うん、ここでなんですね、クソハシのなリーチ、チートイツ、フラワーなし、4800が5100点です、はい。まあでも一発回避しただけでもこれはでかいですね。はい、はい、あれをね、まあ普通にラフに難を打っちゃう人が結構多い。いや、本当に直で売ってたら9600、倍払ってますもんね、うん。いやー、ということでトンの一曲2本場です。知能のレンチャン事故コールグリーンコメント来てるあれ、そんなチート以感あるんかな。ないよ、ほとんどないはず。別に白もまあ、あの安牌で持ってたっていう風にも見えるし、最終手足ローワンはそんなにチート以感が全然ないんで。あ、ローソーか。ドラは数層になりました、うん。まあ、あれが9600になるか、やっぱり4300になるかっていうのは腕ですか。すごいでかいんで、でかい、はい、ね。まあ、結構気心が知れてるんで、あえて名前を出すと、ね、ケイタニジャンオーとか多分一発言ってると思いますけど。ケイタニさんとかね。でもむしろアンパイ持ってないパターンはないんか。持ってるか、さすがに持ってるわな。いや、持ってないパターンは全然あるけどさん、そして津田さん、なんかいいですね、ドラが1枚、うん、タンヤオになった。いいですね、うん。こういう時は目いっぱい構えたい。清水さんは三色、ちゃんと3色いいペコぽいな、ぽいな。10回2回ぐらい上がれる。なんか清水さん見てたら、あんなにちゃんとあと3色ってできるんやなと思うへんさんの手はまだ何が頭になるかもわからんから、目いっぱい構えたいね。はい、タンヤオ系の背景。
衆議院選挙の感想すいません言ってないです、はい、正直や正直です。千野さんの初とか泣くんですかね。千野さんの初は泣かなさそうですけどね。1枚目は千野さんは確かに。千野さんの神ちゃんも清水さんやしな、ちょっとめんどくさいな。確かに親で初とかポンしようもんならなんか、うん、あんま泣かしてくんなそうですもんね。お、これで小さにパーソがくっついてヤンピンですね。なんとなくヘッドメンとなんかメンツ候補みたいな、うん、まあ一応まあまあパーワンジャン等でタツを与えてる形ですから ね2メンツみたいな。うん、草さんはちょっと今回は休憩かな。はい。お、チーソー。これで3ワンカップ。パーソー、急走決めてるけど1枚。パーソーでもなんか。パーソーダメなんですか？ダメな。あんまり急走の受け入れか、数ワンの受け入れかみたいなもんですけど。まあ、パーソーでいいのかな。タイヤも3色もあるし。パーソーがいいんじゃないですかね。はい。アイドル歴2年は確かにもう次からちょっと研修社員を名乗ってください社員になったら時給制じゃなくなるけど大丈夫かなあんまり仕事せんくなるかもしれない。そっちなん？そうなん？時給制じゃなくなったら。いやいやいや、社員としてのこのなんか自覚が生まれるか。初あんこになった。さあこれで十分系の一シャンテン。お、ハンサーに入りましたよ。ちょっと戦える形になってきましたが、おお、いいペーコーできた。まあ3番ウーバン安全度の順番に並べる感じでウーバンからかな。ウーバンからはい、はい、そうか、ほんまや。3番親の現物ですねじいさん。草さんちょっとジャン等が厳しいな。うんうんうん、シオン。シオンはシオン、1枚切れか。1枚切りですね。自分が切ってる1枚切り。あ、このカウンソチンしましたね。はい。チノが、これでサブローピンの天敗です、うん。初ドライチ。まあ天敗ならという感じですか。確かに、てかドラ含みのカンちゃんですもんね。うん。まあ、泣かないも全然選択ではあるとは思いますけど、はい、まあ、これはほぼほぼ日給転売かなという感じですけどね。千野さんのジャンプを考えると。そうですね、うん、日給か、日給は確定するか分かんないけど、まあ大体転売です。転売、日給より高いパターンがあるのかなってむしろ考えるな。シャン色、日頃3色みたいになる？あんまない。あるかなとか考えたり、ドラもう1枚使ってるとかあるのかなとか考えたり。なんかドラもう1枚使ってたらもうあと2枚使ってそうじゃない？そんなことはないの？いや、そんなことはないよ。普通に。普通に仕事とかに。あ、そうか、そうやな。普通の。普通に仕事とかに刺すとか思ってた。確かに。清水さんは初チューン初がそうか、ションパイなのでね、うん、さて、エクサスさんはまあローピンを掴んでますが、2-1、2-1は津田さん通した。お、これはこれはいいですね。あ、でもサブローピン掛まってしまった。あれ、3ピンあたりは出て清水さん言ってるわ、あれちょんちょんしてた。これな言うてた今札段にも、太陽ドラドラサブローピンのダマテンが入っています。太陽いいペーコーだぞ。あ、太陽いいペーコーだぞ、ごめんなさい、8000点ですね。まあ、一応8000あるんで闇点にしたっていうところですね。はい、そして千野が3ピン2も上がりました。初ドラ1の1000オールです。千野さんがずっと連チャンしている、うん、トンネ曲3本場になります。オナテンのめくり合い
勝ちましたね。津田さんはリーチでも良かったと思いますけど、はい、日野さんも多分テンパイやし別に自分、まあ、自分の現物選んで打つようなレベルのメンツではないんで、そんなに日野さんに当たりそうな牌を、はい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 、だからまあ降りない手代わりのない牌ならリーチでも良かったかなと、うん、まあ、積もった羽間になりますしね、あれリーチすると確かに。さあ、角の連チャンでストラは数層、あれで自分の川にある現物がすげえなんかね当たりそうとかで、そのなんか差し込まれそうっていうか、まあ、ね、うん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 、そっちに打たれそうとかだと結構リーチしたくないんですけど、まあまあそういう場面でもなかった。逆だとね、うん、自分が親で千野さん子供だとなんかこう、はいはい、差し込まれそうがあるのかな、うん、まあ2000点ぐらいならっていう感じで打っちゃう人も結構いますけど、うん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 、やっぱり2級以上確定してるときにそこまで喜んで聞いたくないと思います。千野さんしかもトップ名ですからね。はい、3本場ですよ。あれ3本場じゃないかな、3本場かな、はい、あれ3本場か、うん、3本場やな、うん、お、コウカさん広告ありがとうございます。ありがとうございます。アソピンで一緒になった嫌がられた。はい、嫌がってないで、全然コウカさんの広告をすごく喜んでるからどうそう、うん、お、千野さんいいですね。一通を見切ってドラがあるんで、はい、津田はシャーチャでシャーも統一になりました。清水さんちゃんたやまだ全曲ちゃんとやってないすごいなでも10回に1回がれるんやろ、もう今 4回目のチャンタやからそろそろドラが数層なんで一旦置くかな、まあ、ターサイユーシキューピンでいいと思うんですけど、ね、はいはいはい、はい、すごいな、こんなにチャンタって品質する役やったからね夜もチャンタってどういうことやここからね10回に1回しか会えない。あ、そういうこと。さあ、初をポンしたのは津田です。そしてドラの数層を切ります。まあまあ9層いらないですよね、はい。津田さんが初を泣いてドラを切ってきた。まあだいたいピンズの本一っぽい感は出てますが。はい。はい、そしてシャーもポン。シャーもポン。ドア上切るかな。ドア上行きますか。はい。はい。ん、ああごめんなさい、まだテンパってなかった赤いナイタンキに変えたかと思った。ああ、フリテンのフリテンリャンマンタンキ。さて、チノさんどうするかな。なのにションパイは切りづらいな。まあ、カンパー相場ない、カンチー相場ないか。はい、そしてパーマンコ草しです。おお、これでなんか広くなった、うん。まあ、清水さんはこれはもう休憩だな。はい、篠野さん、いいピンは取ってる。ここね、トーンが重なった。篠野さんもなんかちょっと難しいですね。まあちょっと何切りづらいかな。うんうんうん、その差も広くなったとはいえちょっと難しいのか。田内さんとラブラブだな、確かに。朝ピンはマジでなんかね、こういう、まあ、なんかホモネタっていうとね、怒られそうやけど、実際振られると気持ち悪いですね、こういう自分に振りかかってくると。あー、そうなん。そう、いいや、仲良しやし、田内さんとやったら。無理無理。そういう人に対して僕はあまり偏見は持ってないつもりやけど、自分に振りかかってこられると、あ、違う
の津田さんが一番早いですか。おお、直子さんと甲賀さんが仲良くなっているコメント欄でいつも広告をいただくお二人ですね。サチノさん、イーシャンテン、はい、こっからが難しいな。そして小沢さんもイーシャンテン、うん、だピンズを切らずに結構甘露ピン、イースーピンのイーシャンテンにしてますね。もうこれチートイフンかないっす。ピンズと何にはほとんど上がり目がないんでチートイフンがいいんじゃないかな。不安はウソローソー、ウソローソー、ローソーローソーローソー切ってる自分で、うん、ローソーやりましたね。はい、まあ、うっかり上がり目があるとしたらこっちかな。これはパーワンパーワンですね。ピンフつく可能性ある方は、はい。うん、じゃあ質屋さんはこれで広くなりました、うん、広くなった、トーンが通った。そしてうーん、清水さん、まあ、これでちょっとだけテンパイの可能性も出てきたかな。はい、千野さんは間違いなくいい人ですね千野さんテンパイ、お、うん、これはカンウーピン取りましたね。スーピン1枚飛んでるんで早い段階で、はいはいはい、うん、一番いい待ち取りじゃないですかね。はい、変化もありますし、なんず、あ、そうか、今スーピンが通ったんだ、うん、まあ、このスーピンを地位して草下さんは経験定式テンパイ、うん、はい、甘露ピン、あー、ウッピンこっち来た、おー、ウッピン飛んでた、ナイスチー投げたぞ。これはそうか、ここはチートイツだから切らなくていいんだ。さあ、ここでウッピなくなりましたね。多分なくなりました。そうですね、うん、吸い抜けだからスーピンが、はい、2人テンパイ濃厚ですか。あとは草橋さんが、千野さんもこれ9ピンは切れない、9ピンはそして重ならない範囲ですね、はい、トンも重ならないので、うん、そうですね。とは小沢さんが変な牌を引いてこないかどうかだけですね。清水さんもちゃんと泣かれない牌を一部も完全に選んでますね。あ、千野さんに泣かれない牌、うん、まあ、2泣きとかもされる可能性あるんで、やっぱなんと切れたわ、切れる牌と、あ、小沢さんパワーピンを掴んで、うん、はい、やめということは津田の一人天牌になりそう。ちょっとまあ確かにパワーピン、キューピン、ウーピン選んで切るのは無理ですね。クサスさんも、はい、テンパイ量欲しいとこですが、ちょっとこれピンズの上は選べないですね。はい、はい、ということでトンの2曲の4本場になります親番クサハシです。確かに今の判断早かったですね、まあ、ピンズ掴んだらどれもいけないなっていうことやったんですかね、うん、そうでしょうね、うんうんうん、トンの曲がめっちゃ長かった。前回のグリーンリーグがめっちゃ早くて、うんうん、その前のグリーンリーグはめっちゃ連チャンがあって、はいはいはい、交互ですね。前回僕解説した時はめっちゃ早かった。そうそう、めっちゃ早かった。トンゾイさんもいたし。うんうんうん。でドラはリアンソー、津田さんの手が良い。なんか清水さん。悪い、これでもこれチャンタじゃないで、これはチャンタじゃないな、うん、チャンタじゃない、はい、ピンフや、おピンフしよ、ピンフにする意志を感じる、吐くからうちのはトンガンコ、トンアンコ、さて草さんもなんかいいですね、うん、リアンピン、まあうっかり名本チートイとか、はい、草さん3日連続で喋ります。僕は明日お休み、代わりにユーセイさん、代わりにって言ったら失礼やった、ユーセイさんにしまった。一晩でやったら死んでしまうよ、私がうーん、4本場か、4本場、まあ、教託はないしな、うんうん、
ちょっと津田さん3色、結構3色か。そうですね、ウーアンの統一落とし3色ですね。しながら3色も5つ、まあ統一3ブロックあったんで単独統一のウーアン外した感じですね、はい、うん、知野さん、まあ両ピンアンコの構、あ、じゃあ両ピン統一ジャン等の構想で進めていいと思うんですが、まあ EP いきましたか。はい、これでチートイーシャンテン、はい、ドラタンキリーチ、ノットリーチ、うーん、いや、リーチするんじゃないですか、ドラタンキは、うんうんうん、さあ、スーピンを引いて3色は、うん、ここで見切った諦め。お、ピンフになってきたで、ピンフにピンフになってきたけど、何を持ちたいかな、ローソー、うん、そうですね、ドラを絶対使い切るな、ローソー、うんうんうん、あ、メンツできた。うん、さてこうするとまあパーソーになるかな。あ、じゃあパーソーかスーピンかな。まあまあパーソーかスーピン。おお、ドアタンキはやめた。ドアタンキのチートイはやめましたね。まあ結局 E ペイコーもドア待ちになっちゃうんですが、うん、どうでしょうね、今のはローソー1枚飛んでるかな。カンチーソーに向けたいんでしょうね、きっと最初。ああ、そういうことでしょうね。お、これで、これが、これは嬉しいな。はい、これでヤンウソーに変化。哲田さん、イーシャンテンです。イスーソー、スーチーソーのイーシャンテン、うん、また3色になる、ならへんわ3色にはならんやん。リャンピンと一品引いた3色、うん、はい、これでイーシャンテンですね、清水さん。ウーマン、ウーマンはいらない。あ、まあ、ウーマン結構魅力的ですけど、でもよくない、ダメ。脳装切って感知層にしてもいいですけど、まあシャアが1枚来てますからね。うんうんうん、チーソー1枚飛んだりしたらもう感知層でシャンポンに行けたりですし。そうですね。え、用意してない、した。おお。ウソは空切る。アギリ統一落とし、やっぱウーマン統一落としの次、ウソ統一落とし派手ですね。さて、ウーマンが4枚飛んでるんで、もうウッパーワンターツはあんまり魅力がないんですが、次あたりアンパイったら C1 切るかな。これで千野さんもいいシャンテン、ちょっと形悪いですけどね。なんかちょっとよくわからないぜ。入った、お、入った、リーチ、リーチ、N3層のリーチが入りました。清水のリーチ土台地です。3層ここに1枚。なんかすごい浮き方してますけど、はい、千野さん抜きましたね。3層山にはなし。ドラが2層だけに、ここがね、ドランコになったりしたら追っかけリーチで3層が余るか。ただパーソーはロー層、パーソーから行きましたね。もうこうなるとリャン層も場合によっちゃ勝負するぞという感じですけど、はい、もしくは3層の方切ってドラシャンポンリーチとか、うん、いやー、そうしそうですけどね。電波普通の数値層引いたら、引いて数値層というか地位層引いたらですね、うん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 、さて、まあウーアンがないんで関数アンってことはないんですけど、数アンぐらいいきますかね。はい、はい、シャンポンだけってことですね。シャンポン短期、これは数アンが通ってる E1、まあ、タイヤをつく方、はい。あれ、ローピンポンしても3層勝負しちゃダメなんですかね、タイヤになったけど。津田さん、いいと思いますか。入った、リャンソー、リャンソーはもうなかったはずですが、リャンソーはない、ウーソーが1枚かな。あ、津田さん、これどうそう切るな、通ってるし。うわあ、津田さんいったー。さあ、これが一発だ。年品一発、イペイコードラドラ。12000。18000、ごめんなさい。18000は4本まで192。ローソー切るなとか言ってすいませんでした。はい、ノータイムでやんとこでした。だって高め三色、うん。高め単品三色、うん。そうですね。三面ちゃん。
ということで草氏が1万8000上がったトンの2曲5本番になります。いやーね、前回僕見てなかったけど、前回なんか草さんが津田さんに交通事故でインパチとか言うてたけど、あ、お前インパチ返してもうた。怖っ。この事故に保険聞かないの？カングリーン突っ込めいたなって。じゃあドラは何になりました？草橋蓮ちゃんです。今のでトップ目に立ちました。まあなんか道中の手順も含めいろいろやり終わった気がしますけど。どうな、道中なかったっけ？多分そっか、まあ、多分津田さんはあれいかんよねって言って帰ってきます。そうなんかな、うん、あれ言っちゃダメって言ってそうけど、でも3色だよってまあ、ね、2件リーチですからね、さすがに。清水さんのリーチだけやったらスーサイタリアンソー切っておける。そうですね、それは全然いいと思います。え、津田さん箱下になってる、うん、お前ん、あれ6600点持ってることになってるけど、あれ1万点反応してない。あ、反応してないだけか。なるほど、すいません。清水さんまたちゃんたっていうコメント来てますよ。本当に？さあこのチューンを仕掛けて千野さんがインカウ。そして津田さんチューン、はい、これちゃんたなのか？これはちゃんたなのか？まあ数ピン切ってますからね。ちゃんたやったわ。ちゃんたですね。三色。一通。三色。ちゃんと20回に1回ぐらいはですね。蹴った名前より。これは20回に1回はあれやもんな。あの手、うん、今回の手は。ああ、なるほど。さあ3ピンが入って、うん、ごトイツですが、数ピン切りでチートインシャンテンと、うん、まあリーチ即利しやすくもして瞬間一番まで数ピン切ってという感じですね。チートほぼチートイン決めてる。これでまあいいピン短期を上がりやすくしました。なるほどなるほど。ヤンピンも今と1枚取りましたし、うん、ヤンピン1ピン外した。やめた、3色やめた。あ、下ちゃんの千野さんとかですかね、うん、いや、まあ、ヤンピンはそうでもないとは思うんですけど、むしろ3ピンとか受けとしてはね結構優秀だったんで、あんまり上がりに向かってないかな。千野さんにマンズの本一とか上がれるときだけちょっと高いんで、はい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 、まあまああんまり打点に絡まなそうなリアンピン切ってみて様子見って感じですかね。うんうんうん、これで9ピンとかいくんじゃないですか。はい、なるほど。まあマンズの本一やったら絞るけど、それ以外は泣いてもらっていいよっていう感じの。まあ、ただドナがなんで見えてないんで、まあまあなんで高いっていうパターンもありますけど、そこまでは面倒見きれんよという感じですかね。E ピンは全体の安牌気味に置いてますが、これは結構危ういな。津田さんが狙ってますね。確かに狙ってますね。臭いさの方がちゃんとっぽくなってきた。あ、津田さんが、あ、これはこれは清水さん短期でリーチだ。これは清水さんやばいわ。いやまずは安牌は、ああ、いいそうだ。やっぱこの一発避けるのって ね、さっきの草井さんもありましたけど、うん、一品はうちに山に1枚。これはちょっと無理かな。一品ですね、ですよね、はい、他に切りようがないな。これが報酬となりました。リーチチートイツ3200は4700、はい、うん、まあ、これも一発下げただけ良かったと。まだ、まあ、今回のは自然に下げた感じですけど、はい、まあ、確かにそうですね、いい相関で安牌でね残ってたんで、はい。さあその3局はエヴァンチノに移ります。チートイに、まあ最終手足急走なんで一応、まあチートイの可能性も考えないわけではないですけど、それでも他に選べる範囲がなかったですね今のは。はい、さあ
ドラはローピンです、うん、津田さんの席も良かったですね今の。はい、数ピンでアンピンね、うん、あれちょっとでアンピン話したりすると結局1ピンが危なく見えちゃうんで、うんうんうん、小林さんアヒル口そんなにしてない気がするよ。 RTD の時アヒル口、アヒル口、その話なんか前したな、うん、草井さんの手が良さそうです。うん、だからオピン、清水さんもまあ悪くはないかな。うん、千野さん初が統一、三統一、千野さん向きの手ではないな。ああ、仕掛けていく感じの。うん、スワッサーもまっすぐ行きたい。チューン、うん、いい手、悪くないじゃん。悪くない、リーチ手順。速報、清水さんちゃんたじゃないってコメントきてる。篠野さんの手はね、難しいですよね。このぐらいの手で初仕掛けてうまくさばける人もいるし、まあまあ面前で守備重視でいく人もいるし、篠野さんはどっちかっていうと絶対面前守備重視ですけど、大体上がれない、うんうんうん、大体まあ結局防御になるんですけど。松尾さん少し3問積もって考えていますか。うん、いいそう。これでターツはかなり変えてきましたね。あとピンズにくっつけて一面ずつとか。お、お、お、これはドラローピンで9ピンも高めやし、9番、まあ普通にストレートに行きますか。やっぱりまあまあリャンゾーイーソーにマイトビやから、イーソーそんなにちょっと良くないんですよね。うん、なん、まあ、総全体で見やすいとはいえ、イースーソードサブドッキューピンに決めるほどはちょっと思い切れないっていう感じですかね。はいはいはい、チーマンパーマ行ってキューマンヘッドのってこと。うん、まあ連動サンドを重ねてくれるのが一番嬉しいですが、こうなると。そうですね、キューピン引いてもいいんじゃない。キューピン引いたら短期になるな。いったな、いったらいいやん、イツードライチ。それはあんまりよろしくないな。まあイーソー3枚目、イーソーがこれでいいじゃんってん。ヤンゾーサンゾー重ねられるかどうかっていうところですけど、まあ想像したら結構ね重なりそうなんで、一瞬短期でも悪くはないかな。せやろせやろ。さて津田さんはドラがローピン、ガンローピン受けができました。うん、まあパワー1残しておくと数値1引いた時にちょっと頭探し楽になるんですけど、うん、清水さんもうなんか清水さん向きじゃない手になってるな。なお、いっぱいいった、お、いっぱいいきましたね。天杯、はい、リーチ、井野さんがこれでウッパーワン、はい、ウッパーマンのリーチ電話1300。さあ、ここ降りひんで、うち降りひんからな。今、無筋、即、プッシュ。はい、ペイ今言っとく。クサイさん押したもんね。まあまあ、ペイも1枚ゲーですし、はい、わざわざこんな手配下を行く必要はないですね。ローソンも押しました。はい、草さんも全部全部押そう。短期になったらどうしたらいいかね。短期になったら一旦短期や、一旦リャンソー短期か。リャンゾーは取っている。さあ草さん、おー来たー、リーチリーチリーチー、サブロー9ピンのリーチです。9ピンで1、ローピンアドラ、これは強烈。サブロー9ピンってどこにあるん。ここに9ピン、9ピン2枚山で、でローピン3枚山で、3ピン1枚山、強烈なリーチやな。やこれは強いな、これは。はあ、一発3ピン、一番薄いやつ、面ピン一発、ツモドラ2000、4000、はい、一番薄くて安いやつを積もった思いますね。サクサシ2000、4000のツモ上がりです。どんな4曲に移ります。うん、い
草井さんにそこから全部押されて、千野さんもなんか生きた心地がしないっすよね、リーチしたけど。なことないんかな。いや、嫌でしょうね、あのウッパーワンでは。うん、9万で正解でしたね。うん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 、やっぱり暗装酸素の重なりなんですね。そうっすね、はい。うん、まあ多分普通に9万になりそうですかね、あの感じだと。椅子層がもうちょっと良ければっていうのはありますけど。はいはい。さっきほんま、さっき3ピン、サブロー9、ね、9ピンやったらいいけど、うん、サブロー ピンどうしたんやろな。3ピン引いてたら終わってましたね。どうすんねやろな。どうすんやろ。一旦三蔵短期玉。あ、まあ、酸素場で酸素切って。ドラは9層、やっぱ清水です。うん。うん、清水さん悪くはないな。チャンダじゃない。ここドラドラ、トンドラドラ。トンドラドラですね。草さん、いいチャンダやんけ。ほんまや。ウーパーマンとリアンソーのくっつき。あ、トンも、あ、もちもちじゃない、津田さんが1枚、はい、ここにも1枚、まあ、トンが重くなってる間に草さんがテンパりそうではあるな。でもリアンパスを2度受けで決めるのちょっと怖いかな。どうでしょうね。箱にしておく、箱にしておくか。ちょっとククすぎる。 G1 ウーピンとか選びそうだけど、松野さん G1 選んだ。 G1、はい、テンパイですが、これはウーワンを切ってやめてにします。なんで知ってるん。知ってるからです。なんで知ってるの今で、タンヤをついたらむしろ3本でリーチするかな。あ、シャンボでリーチして、あ、ただトンが出ました。はい、これはチノがポンして、うん、リャンウソウパーソーのイシャンテン。あ、まあ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 、それはしょうがない。津田さんもややこしくなってきた。清水さんちょっと間に合わないな。清水さんのギャンパー層がどうなるか。ギャン層がパタパタとね、いろんなとこ行ったんですが、うん、あ、でも切りそうか。手も切り切る、うん、ポン下。これはちょっと アクティブなポンですね、うん、でもポンか。いやー、これはでもドラの切りは見てできるわ、これ。はい、草橋、はい、イスソのテンパイ、そしてチノはドラのポンをしています。さあ津田さんはどうするかな。ギャンピン、これ草橋さんがまだテンパイかどうか確定できないんでちょっと微妙なんですよね。あ、まあ、ドラ切ってるけど、ギャンゾーとか切ってるんですけど危なそうな。はいはいはい、そうか、イソドラポンの現物なんですね。なるほど、うん、でも津田さんはん、2ピン、今通った3ピンですもんね。現物待ちとはいえちょっと圧がかかりすぎかな、これは。パワー、あ、どういうこと。草橋さんも怖いってこと。草橋さんに対して打ちたくないってみんな思っちゃってるかもしれない。ドラ切ってて何点やねんとは思ってると思いますけど。さあ、ローソー、これでもうほぼ間違いなく転敗で、ここで草橋さんが9万とかまだ微妙ではあるけど、まあ転敗に見えるやろうな。うん、あ、いいそう、あ、ここでいいそうだ、はい、さあ草橋が上がりです。これはピンフのみの先点、うん、これはちょっと津田さんも差し込み感覚かもしれないですね。さて、何入いたします。親番が血の、あのパーワン切りはどう見るか。まあ、ごどち持ってるように見ますけどね。どんな形にせよ、大体は。ドラマでお遊びなんかした。何もしてない。なんかした携帯が…え遊びの携帯が泣いている。なんだこれ、なんか暴れてる。ゲーム起動した。じゃあ何もなってない。何これ、暴れてた携帯が。はい、ちのドラがリャンゾー。お、清水さん、今度こそチュンドライチや。チュンドライチや。清水さん、この展望状況でチュンドライチ上がらへんやろ多分。そっか、多分そう。多分でも3着目やで。リーチチュンドライチや。チュンチャンタやって。チャンタやったっけ。チャンタチャンタやったっけ。ちょっとさ、グリーンリーグって
風呂率とかこう全部データに出るんですけど、ちゃんた率やってほしいな。ちゃんたや。さ三色や。ちゃんたや、3色や。これは三色や。怒られんで、こんだけ笑ってた後で。うん、千代さんはストレート。いいですね。はい、いいシャンテン。この初とか泣きたくないよね。はい、はい、はい、はい。さっきの千代さんのなんかね、ウッパマリーチになった初とはちょっとまたなんか違う感じしますね。まあ、ないって急走切りも面白いですけど、パーピンポンとかも、はい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 、そっからパーピンポンとかもできるし、高めドラドラみたいな。もう買ってへん、かわいそうに。うん、千代さんもなんか吐く泣かずに転廃しそうな。おー3色やあれ、9層重なるやん、ちゃんたやん。ちょっと重なってもね。ローワンウーワン着るんかい。いや、わかんない。これで、ハクのポンもできる形になりましたね、津田さん。うん、気づきました、ね。できた。お、いつ。さあ、ここで初初と。初と。うん、結構ね、老僧がいいんですよ。老僧早い人2人もいるんで、老僧が良くて、あとは自分の川にある小僧でうまいことパーソーとか出てくれんかなっていう感じですかね。なるほど。こういう川見ると結構老僧はもうなんか引けるなって思っちゃいますけど、そうなんや、まあ、草さんが持ってるかどうか分かんないですけど、まあまあ、そうかそうか、ウソ生えてるロス持ってないんやな。そろそっか、そろそろやな。ロソ、違う、まあ、ロソ今回は草さんも持ってないんで全山で す, ですね。まあ、ただパーソーが薄いしね、パーソーが残り1枚だ。はいはい、そうなんですよ、5が早い人がいるときは、6はね山にいるんですけど、8がいないときが多いんですよね。じゃああれ、8だけチーする？8はチーしてもいいですね、もういっそ。津田が白をポンして、白ドラ1のイーシャンテン。僕は各計3冊。3冊も入ったっけ、うん、あ、バカガチ本みたいなの出してたな。あります。しばらく本はいいですね、僕は。ではどうしましょう。パーピンか老朽馬の選択ですね。津田さん、白ポンして、C1 まだ決めず、ドラの重なりも見れるってことですか、あれは。うーん、それももちろんあるし、先切りも含めてですね、まあ、ドラ重なった時に三蔵切りたいのはもちろんありますね、うんうんうん、でピンズ、まあ、そのなった時にピンズの方がだいぶ弱いんですよ。ウッパーピンがちょっと飛びすぎてて、だから、まあ、縦のローピン残しておきたいっていうのもあって、はいはいはい、こういう選択してますね。ほんまに書いてるよ、うん、休め入った、はい、休め、スーティーワン、リーチ、清水リーチドラ1のスーチーマンリーチです、はい、スーチーマン1234パワー3枚山、おー一発、おーリーチ一発、つもドラ裏2戦4戦のつま上がりになりました。いつもなら戦2戦です。なんでリーズモドライチ、リーズモドライチで何の2曲です。親番が草橋、展望的には津田さんが1人置いていかれてますね。そして草橋さんが抜けている。うん、それで清水さんも2着以上狙えるようになりましたね。はい、親もあるし、本はね、一般受けする本を書こうとすることを疲れます。もういいや、なんかあの学術書みたいなあるやん、なんかこ う, そう研究者が読むみたいな、うん、あのもうそんなんでいいんですよ、
そんなんが読みたいし書きたいけど、それを書いたら売れんから、なんかもっと売れそうなやつ書いてくれって言われて分かりました。でもだからそういう本って高いやん、なんか大学の時使う教科書ってめっちゃ高いみたいな、うん、はい、まあ買う人少ないから高くせんとあかんねん。そう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 、なんかどうそういうのは、アサピン。そういうのね、麻雀プロの人に書いてほしいですけどね、マジで。うんうんうん、ね、強い人に。さんがちゃんと1つ G ピンを払っていきます。佐々さんドラが1枚、ピン振りになりそうですね。佐藤さんは初が統一になって G と1つではないのかな。清水さんピン振、清水さんピン振、千野さん G と1つ、佐々さんピン振ですよね。佐々さんもピン振、あーこれでもピン振だ。ウーワンだな、いったん、はい、ドラの箔を切ってリーチになりそうです。まあ津田さんもチートイツ、いやこれ名本チートイまでありますよ。ない、まあ、それはない。チートイに決めすぎるのはちょっと嫌っすね、これね。確かに箔も箔もね、役牌なので、うん、まあ9ワン何引いた、3ワン引いた、タンヤオピン、ハクはだってクソさんテンパしたらね、出ますよね。うわー、まあ何ペーのどっちかペー、はい、何はダブなんですね、はい、お、アスピンか、うん、パーキューは、はい、妄想はまあ自分の参道の筋にもなるんでね。あれ泣くんかな。いやもうここまで来たら泣くと思いますね。パーピンやで、パーピン。あーパーピンか、パーピンからでも泣きそうやな。ヤンドイショドも両方ともションパイやから。はいはいはい。そこの9ピンで、うん、まあ9と6どっち広かなぐらいの迷いやと思いますけど、うん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 、トン、なんか今2枚飛んだ、2枚飛んだ、あ、5引いた、5引いたよ、5引きました、リシャンテン、はい、結構じわじわみんな来てますね。さあパーピンから津田さんがポンですね、はい、そうだそうだ、パーピンポン、はい、で9ピンを切って、はいなんだこれはって感じですけどおぉリーチする、リーチ、さすがリーチ、リーチ、清水、面単品やで、これ面単品の数値ソリーチです。あんなうさんくさい仕掛けに、うな、うさんくさいよな、あの仕掛けな、ビビってられません。はい、五枚山、五枚山、五山、五山、これ津田さんに行けって言ったらやばいやばい、それあー小さい一発で掴んだ、まあ、清水さんが白通りますよって言ってくれたら切るけど行けって言って、これはそうか、ローピンを抜いているので、うん、パーピンですね、パーピンのポンも入ってるし、はい、これは小さい補充せえへんのかな、しました、はい、はい、小さいになりました。面単ピン裏が1枚8000点です。うん、津田さんもこのイーシャンテンでなんか点数なくてなんか降りてられないですよね。そうですね、ちょっと嫌やですね、もうつらいなね、チーズ一発でね、引いてきましたからね、うん、じゃあ7の3曲です。親番が津田さん、津田さんがなんと箱下になってしまっている。多分清水さん、ああいう時なんか高い位置はモーションで分かりやすいんで、高くなさそうな牌から切ってもいいかもしれんけど、一旦言いそうとかで起きたらいいです。分かるん分かる、そうな、振りかぶってた、今のは振りかぶってた、振りかぶってた、確かに面単品感はあった、うん、言いそうやとね、メンピンなんでね。あ、そうやな、確かに3色でも、そう、言いすちいそう感は出てたかもしれない、振りかぶって、まあ、2000点やったな、わかるってコメントも来てるそうなんや。サドラはリャンソーです。津田さんの黙点もわかるんやって。津田さんの黙点はわかるときはわかるけど、切った瞬間ではないやん、テンパった瞬間じゃなくてその後で押してるときにわかるってこと
もうなんかノータイム感がみたいな、つもぎりしてる時になんか分かりやすいけど、へえ、まあ、そういう手の僕とかも多分結構モーション分かりやすいんであれですけど、ちょっとなんか見とく、モーションどころか僕とかなんか詰まってくる範囲かみちゃんに見えてるらしいんで、テンパしたら、いやテンパってなくてもそれあかんやん全然ゆうちゃんのうちも分かる、向いてないはい、ドラガーであんぞ、はい、クスハシさんはあまり嬉しくない感じをやらしゃってるかな。それじゃあチームはといつ、うん、千野さんも最初あんなに点数あったのがもう確かに、なんかあった千野さん、なんか報酬はしてないような、報酬はしてない、1回のテンパック払ったけど、積もられ積もられですね。清水さん、まあなんとなくやますわ。さっさんのこういう手、親の時やったら嬉しいんですけどね、まあまあ嬉しい、まあ嬉しいというか別にまあリーチぐらいでいけるだろうって感じ。あ、はい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 、ここであの手もらうとあんまり変なリーチ打ちたくないから、確かにトット目だしね。まあもうドラを切らない想定でローソー先に行きましたね。なんかまあ完全安牌の難を親の安牌か切って、チーピンにくっついたらどうするかな。タイヤ王が遠いんで、まあ、E1 E ピンのリーチは打ちづらいんですけど、両方1枚切りで、いや打ちづらさ、これでピンの2点、これで E1 E1か、E1 の方を選んだな。なぜ今上の現物なのにってこと、親、うん、と清水さんの確かに筋、まあ一応ワンチャンスやから、まあまあ全員に安全の高い範囲ではあるんですけどね。はい、でも E1 の方が安全高そうだけど、お、血の入りました、小さが入っている大きいマンリーチ、そして清水が急走ポンしています。一応鎮逸とか本質もあるのか、これは。うん、ある、うん、不在さんね、はいさて、6-9-1手配に2枚バニー2枚、4枚残り、さあ清水さんがいった、ヤンピン押した、まあ急走から1本してヤンピンを行きましたね、チューンではなくヒシャンテンプッシュ押した。換算層換老層の現状はイシャンテン、うん、まあ2にしとく。清水さん泣いた瞬間見てなかったしもた、なんでいやどんな状態か泣いた、急走ポンして2アンソー今引いただけで、うん、あとは変わらず、さて津田さんはドラが1枚あっていいシャンテン、あー9、9かローパーパーかなんかその辺をなんとかしたいって感じですか。まあ単位の変化とか考えるとパーワンかになりますけどね、9番選び、はいはい、はい、リーチピンフ裏3900です。うん、まあ一番振った時のダメージは小さいのは9-1だけど、あとピンフ難しいとこですけどね今のも、はい、まあ、いずれ9-1出ることは相当そうやけど、うん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 、サオラスです、ワイバン清水、一応まあパワー1-9-1-9-1って言ってる間にタイヤを変化見る感じにできる可能性あるけど、まあそれはでも一緒か、9-1から言っても、うん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 、まあいずれ報酬しそうよね、9-1切るかしょうがない、はい、はい、さてドラはローピンです。まあ目いっぱい瞬間のシャンテン目いっぱいならパワー1かローピンですけどね、はいはいはい、もう打つ手のなんちゃの知能ですね。点数はお、ドアドア、おお、さて知能清水が2500点差、うん、2着争いがかなり激しい感じ、はい、まあ、清水さんはトップも見えますからね、4勝上がればトップ目、まあ、ちょっと今回1位は無理かな、500オールやな500オールかな、何の見ちゃう、まあペイも切ったしそんなに本いつも見てなさそうだし、一旦キューピー切ってペイ重なった方がいつ見そうだけど、清水さん、はいはい、3色もあったか、まあ、あんまないか、うーん、これ、うん、とりあえずキューピー、
上の3色見る？見ぬ。見ぬ。さて、草さんは上がれば OK。はい、ピンクっぽい。タンヤオっぽい。まあ、シャンポンビーチはしないと思うんで、他のさばきはまあ。いよいよ持って何の身やな。そうですね。どうダメ、まあ、この曲や何の身にも照準合わせてますね、はい。いいと思います。木田さんもこれね着ジャンプ無理なので。うん、そうですね。まあまあもう何しても、ね、何してもいいっちゃ何してもいいです。放銃はしたくないかな。あ、なんもちもちになった。これはどっちも厳しいな。まあ草津さんが相当上がりそうだけど。はい。お、チートイツ。チートイツ、イーシャンテン。シャンテン。タープ選択気味ですが、リャンマン。チートイもちょっと見ながらかな。草井さん進まないですね、うん、なんか単用とかピンフとかにしたいのにな、まあね、はい、チートイの布石、はい、うん、千代さんも進みません。これはどうなるんでしょうね、うん、お、これこれこれを待ってたよいいとこ引いたな。はい、一気に草井さん上がりそう。ああ、チートイな。これはでもハネマンツモでチートイ、うん、ハネマンツモトップやし。いつもチートイドラドラ。六四直も一応トップか。リーチするか微妙やな、じゃあこうなると。ツモチートイドラドラでもあかんで。うん。うん、まあなんか直撃狙えそうな街だったら黙るかも。クサイさんが切ってるハイとか。うん。まあそれよりも今多分。なん内定っていう方向を目指してますけど、なんもなくないので、あ、野田が。お。あ、これは？イーマン短期。これはイーマン短期リーチだ。はい。イーマンは確か清水が持っていたような気がしますが、うん、これ清水さん押すよな。でもさて、まあ、もったいないことないのかな。あんまりいる意味がないんで。基本的には押すんですが、一発で9ピンはちょっとやりすぎかと。まあどうせいずれ9ピンもいくと思います。はい、一旦9は切ったけど一発だけ刺した感じだと思いますけど。イーマンはまだ山に1枚あります。あ、これ草井さん、まあなんか打ってもいいよ、まあ、打ってもいいんで、とりあえず一発避けてそこからは、そんなに無理しないと、あ、違う、そんなにあれしないと思いますけど、どうでしょうね。ソテンは守りに行ったか。でも今でも一旦一発はね、急走で、まあ、いや急走抜くとでも相当上がれなくなっちゃうんで、自分では。あ、でもこれでちょっと復活した。はいはい。まあさすがにローピンは切らんとこかなっていう感じですかね。まあ確かにそうですね。倍満って言われることはそうそうないと思うけど、いや1万2000って言われたらもったいないよね。まあただ境界ルールって装填よりもやっぱトップ確定させることが相当偉いんで、確かに。まあまあ一発避けて打つ手順でも良かったかなと思いますけど、とりあえずパワーワン行ってから考えて。うん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 。急走パワーワンで行くってこと？ん、いや急走行くともうテンパイ方向。速でパワーワン行くってこと？パワーワン行って、速でパワーワン行ってその後ローピン。テンパったからローピンみたいな。これ9ピンでとりあえず様子見だ。9ピンならいい。確かに。ローピン打ちやすくなるな、ちょっと。まあ、清水さんそんな無理して押してないですね。うん。6? 7? まあこの草津さんのポジションはまあまあ清水さんのやる気次第ですけど、トップ逃すことも十分ありえるんで、確かに4勝確定させられるのはまあまあそこまで絶対振り込むわけではないんで、あ、これでサブロピンテンパイ不意点ですね。でもああそっか、パーソポン、これ今危なくないか。危ない、もうリャンピンだ。リャンピンだ。うん。数ピン結構勝負牌にはなりますけど。すごいですね。うん、今今にしなかったですね。そうですね。ね、E1 選んでテンパイ取りに行ってもおかしくないんですけど。ちょっとチートイ感あったんかな。
今しょんぱいですかな。まあそんなにチート以下もないとは思うんですけどね。キリジュントーンが手出しちゃった。あ、なんだ。あれ、なんだ。お。角が何の統一落とし、困って何の統一落としですね。そして数金を勝負してカンパーピンテンパイ。道が開けた。はい。パーピンも山に1枚、イーマンも山に1枚あります。そして草足はサブローピンテンパイ、振り点ですので積もらないと上がれません。うん、おーピンよ。これはでかいな。はい、これは何のみ500オール清水が積も上がりです。はい。なんかいろいろありましたね。千野さんもおそらく何以外何もなかったんでしょう、はい、相当補充したくない立場なんで千野さんも。そうですね、だって何もションパイなので、うん、うん、これが嫌なんですよね、その草井さんの立場だと。でも草井さん抜きに行ったとしても今持ってなかったので、いや結果的には行かない、まあ、まっすぐ行ってもですけど。あ、そっか、急走行かずに速でパーマン行ってたら、うん、まあパーマン行ってドーピン行ったら上がってるんで。ああ、そうかそうか、ほんまや。サボロス1本馬ドラはフェイです。もちろんハネマンとか打って着順変わるんだったら絶対いかないですけど、ハネマン大丈夫だと思うね、うん、ザピン悪とあかんところや、悪とあかんかった、悪とあかんとこや。で、知能は今度2着目に下がってるんですね。ただ先手上がれば2着、3着目から2着目に浮上します。まあ、ユーテックスはさ、まあ、これでも早々まくられるんでしょうとは思ってると思いますけど、うんうんうん。津田さんが中ポンです。うん、終わらせに行ってるかな。はい、この白は千野がポン、うん、いいシャンテンじゃん。千野さんがまあこうしてくれる分には安心ですよね。あ、草井さん的にはね、うん、千野さんの方に座ってるの角谷さんとかだったらすげえめんどくさいんですけど、なんでトップ狙いに来るかな確かに協会ルールだとね、2着でええやんっていう羽マン積もったらだってで、千野さんトップ？あ、テンパったら9万、早っ。早い。これはまあまあ無難に終わりそうですね。そうですね、清水さんはちょっと辛いけど、松田さんの9万がもう無理やこれ。はい、いやもうローマン、これでもちゃんとあるから6万、9万、はい、はい、さあ血の流れです、テーマ新300。あんな頑張ってパフェ積もったのにね。うん、ねえ清水さんしょぼんですね、これ。さあ、ちの線は1300上がって1半着目終了です。トップがクスハシ、2着チノ、3着清水、4着が津田と。さあ、マイナス1万1400点か。うん、マイナス1万1400。マジマイナス70ぐらい。70ぐらい、いやいや、まあまあでも、うん、マイナス40ぐらいになりましたかね、うん、逆にクスハシはね、トップでプラス60ぐらい入るので、はいね、プラストータルポイントプラスになりました、うん、ということで本日は残りあとこっち来たでカメラ、はい、本日残りあと3半ちゃんです。3半ちゃん、では休憩いただきまして、まだ CM が準備できてなさそうかなこれで清水さんが、清水さんが、まあ、ちょっとマイナスが増えたのか、まあまあマイナス100ぐらいだったかな、まあ、3万点ぐらい、まあ、90ぐらい、3万点あるか90ないぐらいやけど、はい、はいはい、で千野さんがちょっと増えてマイナス40ぐらい、40ぐらい、うん、草津さんがプラスに返り咲いて、はい、はい、草津さんがマイナス40ぐらいと、はい、はい、では CM 準備できましたので、はい、しばらくお待ちください。お待ちください。